皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年の、6月29日、午前11時2分、まあ、今3分になったところなんですけども、今回はなる人様や、まあ、他の皇室の方たちも含めて、まあ、旧皇室の武田恒康さんたちも含めてなんですけども、まあ、最近私の方のテレビが壊れまして、2日前に、まあ、小さなテレビですけども、まあ、購入しまして、まあ、それまでテレビが見れてなかったんですね。で、その日、その日かな、その次の日、テレビを接続設定して、ニュースを見たときに、イギリスに、ここ数日前からなる人様たちが、訪問をされていらっしゃったと思うんですけども、まあ、その後戻ってこられた時の映像なのかちょっとよくわからないんですけども、私の方で聞こえていた内容となる人様たちが聞こえていた内容が、まあ、同じだと思うんですけども、土足で上がったらダメなんですかっていう声が、まあ、こちらの方では聞こえてました。で、そちらの方でどういうふうな、内容が聞こえていたのかわからないですけども、なる人さんは、菊の間ということ。まあ、僕の方でも、それは多分菊の間の方のことだと思いますというような内容を、送ってたと思うんですけども、まあ、和室ですから、まあ、土足では上がってはダメだっていう、まあ、1997年、8年ぐらいの頃に、フルツーラーパークに、皇室の人たちが来られた時の、菊の間を借りられた時の、そのワードの内容だったと思うんですけど、まあ、それと、僕が、まあ、数ヶ月前から動画で、まあ、お伝えしてます、その8月9日の件ですね。まあ、そういったところからだと思うんですけども、その映像がテレビで放送されたのが、結局、テレビが壊れた後に、多分、まあ、収録していて、で、まあ、それから放送という順番だと思うんですけども、その映像が見れる見れないのところとか、あと、まあ、ハードディスクドライブなんですけども、以前シャープ製のものをにつないで、使ってましたので、新しいそのテレビって、まあ、とても安価なものなんですけども、オリオンっていう、まあ、なかなか聞かない名称の会社のものなんですね。で、そちらの方にハードディスクドライブを使用できるようにしようと思ったら、以前使っていたハードディスクドライブをフォーマット初期化しなければならないんですね。その今まで録画してた内容を全て消去したりだとか、まあ、そのオリオンのそのテレビでしか使用できないという形になってます。で、まあ、今回僕は言いたいことは、その、なんとなくこう、タイミングはできすぎてるなっていうところがあるんですね。テレビが壊れるタイミングのことなんです。その辺のところちょっと多分皇室の方たちも、その僕はテレビが壊れたタイミングとテレビで放送されてるそのタイミングとかに関して違和感は持たれておかれた方がいいと思います。だからなぜそういうふうに物事が発生しているのかということを、まあ、警戒感はお互いに持っておいた方がいいと思いますね。だから神一人だと思います。そのテレビの放送、見れなくなってた可能性もあったわけで、そのテレビが壊れることによってですね。でも、銀行の口座も残り、まあ、5万円台ぐらいで、まあ、ここ最近引き落としがあったら、もっと、口座の中身のお金は少なくなってると思うんですけども、まあ、手持ちで財布の中にある程度のお金は入れています。もし災害が発生した時に、盗っ人になるわけにはいきませんから、その電気とか止まって電子マネーっていうわけにも いかないですから、まあ、ある程度、財布の中身にはある程度のお金は入れてるんですけども、まあ、テレビの壊れた時のタイミングですね。だからその辺のところ、かなり違和感は感じてます。以上です。まあ、まあ、
今年の8月9日の件に関して、まあ、期待している部分もありますし、あとは、まあ、裁判でその収入印紙と聞き手代はもう出しましたので、訴訟費用の救助申請は下ろされたんですけども、まあ、これ多分順序がその前後していて、まあ、高島アナウンサーが、まあ、僕の方、まあ、提出している書類内容関係のことなど、まあ、本当なのかどうかで、まあ、認める云々の話だとか、まあ、その辺のところで、証言が出てきてからの話になるので、多分訴訟費用の救助申請に関して前後はちょっと違ってるからだとは思うんですけども、まあ、今回のこの裁判ももし、しっかり勝、まあ、多分勝訴取れるとは思うんですけども、まあ、もしうまく進まなかったら進まなかったで、お伝えしようかなとは思います。多分大丈夫だとは思うんですが、あの程度の内容ですから、まあ、そこから、次の訴訟、次の訴訟とかで物事を進めていって、まあ、特許の方とかも、今までの功績等々、あと、まあ、警察に通報することによって、車の押収とかもだいぶされてるはずですから、その辺の貢献度合いとかを考えてもらったら、その国の方で、まあ、特許の申請、を、まあ、立て替えてもらうというか、もともと特許庁の人たちとかが弁理士さんとかじゃないですか。まあ、手空いてる時というよりも、まあまあ、できるだけ僕の件の方を、優先して、早く書類作りしてもらって、で、まあ、特許を通してもらって、各河川に設置という形ですね。だいぶ河川の撮影に関しては、神戸市内は方法は、全部撮影終わっています。まあ、昨日も撮影行ってきまして、まあ、垂水区、いや、まあ、その上流部は一部スマックの方になるんですけども、まあ、神戸市の、まあ、中心地から東の方とかも、もうほとんどのところの河川は撮影し終わっていて、まあ、結構発電できるなっていうところは、かなりあります。それプラス、向こう側や加古川や、さらに西の方へ行くと、市川や、揖保川と、まあ、そういった大きな河川はまだもっと西の方へ行った2つありまして、まだ、まあ、向こう側はもう撮影はほぼ完了なんですけども、その上流のところも、あとはその加古川のところの撮影ですね。まあ、そちらの方もだいぶかかるのと、あとは明石川だとか、神戸市の隣に明石市という市がありまして、まあ、その隣ぐらいが加古川市だったと思うんですけども、まあ、そこが加古川の最下流のところで、上流の方は西脇市だとか、まあ、急に地名を言われてもなかなかわからないと思うんですけども、かなり広大な河川なんですね、加古川の方は。ですので、まあ、そちらの方の撮影とかもしっかりできたら、まあ、発電量は向こう側よりも加古川の方があると思います。すべて設置完了できて、水を貯水するところまで進んでから、その発電をし始めましたら、まあ、まあ、けど向こう側も全然バカにできない発電量は絶対あります。で、あとは、まあ、神戸市内でいうと住吉川だとか、兵庫県内でいうと、まあ、芦屋川も、それなりに発電できそうです。まあ、昨日撮影した、まあ、塩屋川も、まあ、ちょっとした発電はできますと。で、その他、福田川に関しては、これはかなりの発電が、まあ、向こう側とかほどではないにしても、まあ、それなりに発電はできると。で、まあ、その隣の山田川も、まあ、まあ、ちょっとしたそれなりの発電はできると。まあ、こういう状況ですね。だから、神戸市内だけでも、合計すると、発電量、まあ、なかなかのものになるとは思います。まあ、兵庫県として見ると、まあ、向こう側、加古川、あと、
まだ撮影行ってませんから、全然僕も現場見てないんですけども、市川とか揖保川、まあ、そのあたりとか全て揃ってきたら、兵庫県だけでも発電量、かなりのものになると思います。以上です。ちょっとまあいろいろ気になりましたので、メッセージ、お伝えさせていただきました。以上です。まあ身の回りの方にも、まあ、チャンネル登録だとか、着信通知の設定だとか、まあ、今一時停止をしてもらって、こうメモしてもらってですね、淡井さんの動画できるだけ見た方がいいよと、そういうふうな内容をお伝えしていただけたらなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。